この雨ということもありまして、レースは42周に短縮されるというような情報も入ってきております。現在トップの松本とそれから高橋邦光の差が25秒ぐらいでやります。ついにこの雨ということで、田中さん、42周にレースは短縮されることになりましたね。あ、そうですか、はい。役員の皆さんたちがね、相当苦慮された結果だと思いますけどね、はい、私もそれは賛成ですね。そうですね、まあ、どういう事故が待っているか分かりませんからね。はい、その通りです。はい、レースは18周目に入りました。依然として7番の松本啓司がトップを奪っております。何回もチャンスがありながら優勝できなかった松本が昨年の最終戦に見事に優勝を果たしております。その昨年の優勝の経験をこの雨の中で、この第2戦、今年の第2戦で、果たして優勝ということで裏付けられるかどうか。現在松本の1周のラップが1分28秒10、なかなかタイムが落ちませんですね。もうペースは一応つかみましたですね。はい、あ、今宮さん、今1コーナーから中島選手が歩いて戻ってきたんですけれども、はい、無然とした表情なんですけどね。そうでしょう。何かがやっぱり外れて、もうどうしようもなくて、はい、クラッシュしちゃったということで、あ、そうですか。もう非常に無然としてましたね。そうですよね。残念でしたけど、第2位を走ってたわけですからね。そうですね、はい、そういうことですか。はい、やはりね、なんかが折れたんですね。そうですね。金物のね、なんか火花っていうんですか、はい、それが左側からポンと出たんですからね、はあ、多分何かが折れたと思います。はい、19番、この手前に見えました、これが星野、第3位を走っております。そしてベテランの11番の長谷美も第4位につけ、ルーキーの中野恒治が第5位、そして第1戦優勝、昨年の総合優勝を果たしました藤田が第6位につけております。これが第2位の高橋邦光、まあ、この人は晴れていても雨でもそのテクニックはもうどういうレースでも変わらないわけですからね。そうです。それでね、もうすぐ後ろにね、はい、星野君が来てますね。そうですね。やはりね、雨男なんですけどね、高橋君の場合はね、はい、若干もう注意してるっていう、はい、これが星野君なんですけどね。ああ、もう随分あれですね。追い上げてきましたね。追い上げてきましたね。メインスタンド前です。今日はこの雨にもかかわらず4万5000人のファンが富士スピードウェイに集まっております。第3位の星野、高橋邦光が第2位に頑張っておりますが、果たして星野がこのベテランの高橋邦光をかわせるかどうか。いずれにしろ多田さんね、はい、星野君の場合はずっとあの表彰台にはね、ほとんど上がってないでしょ。そうですね。今回はなんか登りたいっていうのはね、今多分そんな気持ちだと私は思いますがね、はい、そうですね。田中さん、このレースが60周から42周に短縮されたんですが、はいはい、バスチャージの義務というのは1回は必ずやはり入らなければいけないんでしょうねと思うんですけどね、はい、その結果がもう出てるはずなんですけどね。あ、18周終わって、トップは依然として松本啓司、60周 261.5km という、長丁場のレースも42周に短縮されております。あ、また突っ込みましたね。これは中野ですね、ルーキーの中野、どうやらこのチャンスも無理のようです。早くも先頭の松本は24周目に入っております。さあ、インサイドに入ります。そうするとね、多田さんね、はい、今ラップ遅れが前にいるでしょ、高橋君がうろうろしてるとワンチャンスですよ。なるほど、星野のチャンスです、はいはい、ヒットサイド、星野がね、インサイド入っちゃいから外行かなきゃ。あー、周回遅れ、今白鳥の車が前にいますがね、はい、おらおらおら、あー、そうだ、あの車に捕まっちゃうんですよ。はい、完全に前がもうブラインドになってしまいます。まず白鳥の車はうまくクリアしそうですが、ここはチャンスですけどね、はい、あ、3番の車が見えました。赤池が今前へ行け行けと、高橋に指示を送っておりました。いや、スポーツマンらしいですね。そうですね、はい、それがないといけませんね、はい、本当にこの雨の中、煙幕の中を走っております各マシーン、このマナーを失っては大きな事故につながります。さあ、激しい2位争い依然として続いております。高橋くりみさん、おっと、完全にもうテールトゥーノーズ、テールトゥーノーズ、新規の車を抜いていきました。本当はいけるかもからないですよ。インサイド行った、いけるかもからない、星野が行きました、第2位に上がった、星野が第2位に上がりました。ついに粘り勝ち、星野がインサイドを取って第2位に上がりました。
周回遅れの車を抜いていきます。いやそれにしても見事でしたね。いやもうね、はい、私どもがね、自分が乗ってるような感覚になりましたね。田中さんおそらくそうでしょう。24周目の今スタンド前に帰ってまいります。早くも先頭の7番の松本は、25周に入りました。今第3位に落ちた高橋久里別のマシンが25周目に入っております。完全に2位が逆転いたしまして、 雨に強い。このところ2年間このグランチャンでは優勝のない星野が第2位に上がりました。25周目の第1コーナー完全に水が浮いております。第1コーナーをクリア。今清水の車を抜いていきます。清水正智の車を抜いていきます。2位の星野、3位の高橋久里別。多田さんね、はい、今度は逆の立場になりましたね、でラップも今ちょうど真ん中、はい、あと20周ある。そうすると今度はラップ遅れの時に星野君が引っかかる、高橋が待ってましたとばかりね、はい、この一戦が、ね、また見られると思いますよ。そうですね、おそらくここで星野に抜かれたとは言っても、あ、俺は落ちたんだという感じは持ってないでしょうかね。ないです、ないです、おっとこれはなんだ、17番ですね。17番の中村誠の車がまたフリーに乗り上げております。第1コーナー、ここはちょっと鬼門になりましたね。すで、はい、に3台捕まってますね。あ、藤田がピットに入ってきます。おそらくガスチャージを兼ねた点検だろうと思いますが、ガスチャージでしょうか、はい、そうですね、5秒経過します。6秒、7秒、8秒で出ていきました。早い、やはり早いですね。第1戦でも見事にピットワークで勝利を飾りました藤田ですが、今度は早い。これが現在先頭に立っております7番の松本啓司。昨年の最終戦以来優勝のチャンスを握っております。レースは60周から42周に短縮されておりますが、現在25周終わったところで先頭は松本、そして19番の星野が第2位、ベテランの高橋久里別が第3位につけております。そして長谷見、さらに藤田、そして31番の、お久しぶりですね、頼野が6位につけております。レースは26周目に入っております。2位に上がった星野、そして3位に落ちた高橋久里別、ちょっと差がつき始めましたか。そうなんですよ、はい、そうするとね、後ろにもうね、長谷見が来だしてるでしょ、高橋君のあそこでガクッと来ましたね、はい、やはりあれだけマーク星野君してですね、自分じゃもう精一杯やっただけにガクッと来てる。もうこうなったらね、後ろの長谷見の方だけマークしようと、はい、多分切り替えたですね。あ、そうですか、はいはい、これが先頭の松本啓司です。この7番の松本啓司の1周のラップタイムが1分27秒51、また1秒ぐらい上げましたね、はいはい、かなり第1コーナーを出たところで、リアの方を振られております松本ですが、ここはうまく切り抜けております。田さんね、はい、スタート前にね、安友競技長がですね、はい、ブルーの旗が出たらば、あなたの車は、はい、後ろに速い車来てますよと、追い越してさせてやってくださいと。なるほど。そうするとね、今のみんなの赤いテープもそうなんですがね、はい、よし行ってきてと、もうラップされたからどうぞっていうのはね、やはり愛用競技長のその訓示っていうのはやっぱりいいですね。そうですね、はいはい、特にこういう雨の中ではどんなアクシデントが待っているか分かりませんから、そういうマナーが各ドライバーの頼りになるわけですからね。その通りです、その通りです。例えばこのトップの松本君ね、はい、あるいはその藤田君、片山、こういうのがね、やはり審査員のとこ行って要望してましたね。なるほど。新人なんかも入ってるから、注意事項を言ってやってくれと、はい、ところがそれを素直にその選手職のラップの遅れの人たちが実行してる、素晴らしいことですよ。そうですね、おそらく今日4万5000と入りましたファンもそういうところをじっくりと見て帰っていただきたいと思いますが、メインスタンド前に帰ってまいりました。1周のラップが1分27秒26と、またさらにラップタイムを上げております。この雨の中でやはり27秒台で走るというのは相当、まあ、もちろんタイヤ、それからマシンのセッティングしっかりしてるんでしょうけれども、松本のドライビングテクニックもやはり相当上がっているということが裏付けられるような気がしますね。そうですね、はい、大体ね、普段松本はね、雨若干弱いんですよ。ああ、そうですか。ところがね、はい、ペースがね、ずっと平均してるっていうのはね、やはりメカニック、そういう人、あ、長谷見ですね、長谷見が入ってきましたね。現在4位につけている長谷見がピットに入ってきました。26
6周終わったところで入ってきました。さあガッチャージです。何秒でしょうか。5秒経過、6秒、7秒、8秒、9秒。待ってください、エンジンストップしましたね。エンジンストップしましたね。これはね、クラッチがね、いかれましたよ。ああ、そうですか。さて、これはちょっとトラブルかかりました。かかりました。20秒で出ていきました。20秒で出ていきました。クラッチがね、ちょっとクラッチの切れ方がね、悪いですね、はい。ガスチャージはうまくいったんですがね。さて、先頭の松本がメインスタンド前に戻ってまいりました。11番の長谷美がピットから出ていきます。またレースに復帰です。それを追うように7番の松本が第1コーナーに突っ込んでいきます。現在2位の19番星野とこのトップの松本との差が18秒ですね。ああなるほど、18秒でもね、はい、はいはい、今も松本ブレましたけどね、まだまだ分かりませんよ。30番高橋国光がピットに入ってきました。ちょっと振られてますが、第3位の高橋国光がピットに入ってきました。もう早め早めのガスチャージですね。そうですね。さあ何秒かかりますか。ガスチャージだけでしょうか。そうですね。3秒、4秒、5秒、6秒、7秒、8秒、9秒、ちょっと何か言っています。11秒、あれはね、タイヤ交換してくれっていうのが言ってるんですよ。なるほど。ところがね、このままもういけっていうのね、15秒出ましたね。15秒出ました。しかしこれはちょっと爆死じゃないでしょうか。高橋としてはね、もうああいう乗り方不安だと、要するにもう交換してくれってやってましたね、はい、ところがメカニックのチーフがね、ダメだいけっていうのはね、でもこれはね、はい、もうあとはハンドルは自分持ってるんですから、自分でね、メカニックの言う通りにね、はい、コントロールよく走るしかもうありませんね、はい、ここはどうでしょうか。今度は振られてませんね、はい、まあ、最もスピードが上がっていませんから、27周終わったところでトップの松本と星野の差が15秒7と詰まってまいりました。これが第2位の星野。星野と松本はまだガスチャージ終わっておりません。長谷美第4位がもうガスチャージ終わりました。3位の高橋国光も終わりました。トップ争い、トップ争いの2台はまだガスチャージを行っておりません。6日中のレースが42周に短縮されております。